レキシャンプレインエリート終わったんですけど、2日目今日ちょっと外して13ポンドぐらいしか釣れなかったんで、多分明日残んないと思います。まあとりあえず、スモーマースはジャックベイト、でフリッピンは73のピッチングロッドで、ラージやってましたけど、結局、昨日ちょっとミスって6ポンドぐらいに釣れ損ねて、で結局外したかな。